がみついたこの地獄拳握りしめたまましがみついたこの地獄拳握りしめたまましがみついたこの地獄誰もが夢を見るそんなキラキラした青春を経て人は中堅地獄に落ちる。そんな地獄の底から何やら聞こえてくるのであった。なんでこの気に入られてんのかわからへんねんけど。千手観音。方々に言われんねん。千手観音ね。な言うなや。わからん千手観音。いや言うなって。これでもリアルな見たい人はぜひ劇場、まあ、もしくはその映像媒体。うち怖いもう見したるから。もう劇場建てへんねん。住所は、大黒町の。大黒町の。何枠の？何枠の？3の11の3やけど。ちょっとそれだけちょっと音声だけですか。じゃあいきます。ズバズバズババズバズバズバ千手観音。なんでこれそんな受けんの？なんよね。あ、哀れやからじゃ。千手観音はもっとありがたいのに。ありがたいのに。ただ確かにあの頃僕が当初出てたベースでもバカ受けしたから。いやそういうことね。未だにわからん。俺今自分でやってて一番面白くないと思ってる。一番面白い。やっとしたら俺だいぶ早めに限界迎えたな。音楽でもあんねん、ヒットソング先作ってまうパターンの人な。その超えられへんみたいな。意味わからへんもん。意味わからんもんね。なんでやろう。なんで千手観音を選んだのかわからへんねんな。まあ、京都やからちゃう。いやっていうか多分そのもともとなんか、あ、なんかアピールせなあかんみたいなのが多分あったんですよ。ああ、その10秒でなんかこの印象に残さなあかんね、うん、で10秒でトークってなったら結構難しいとか考えとって、うんうん、で多分ギャグをしようっていう安易な発想っすわ。でも僕の知ってる日本橋の芸能プロダクションの社長は、うん、チンチン出したらウケるって言った。誰やねそいつ。多分全国の芸能事務所の中で一番背ちっちゃい。説得力薄なるなその人。偉そうにしてても一番ウォレットチェーン好きよ。ちょもんないやん。ウォレットチェーンつけてるやつなんかめっちゃおもんないわ。ね、中堅地獄ってもさ、本来こういう趣旨なんですよ。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。あ、申し訳ない、僕はちょっと当時ちょっと多少食えてて、うん、ちょっと余裕があったんですよ。あ、高みを目指しちゃった。あ、なるほどなるほど。高みなんか目指したらあかんね、中堅地獄。地獄言うてんのに何を高みを目指すことがあんの。何に限界に行こうとしてんねん。いやでも当時もほんなちょっと金入ったから行きましょうか言うたらよーこらーみたいな感じで来とったであるんだもん。その俺もな、海賊のも一番も一番下のやつやもん。へへへへへ言うてたもん俺。行け行け言うて。それは未だにちょっとあるけど、ね、もう踊ってたよだんじりの上で。もう来ないなって。偉いさんしか立てれへんじゃね。あったな。いいね。でもこの時を経てやるパターンなんかね、確かにね、うん、まあ多分まあ僕の仕事もあるし、まあ、松村さんもあるからあれやけど、まあ不定期で。いやほんまに不定期で、まあ取りだめつつ、うん、まあ飯食いながら分回しして。そうですね。まあそんな感じでやってきたらね、うん、なかなか面白いんじゃないかな。勝手に取っててほしい、もう。ああ、なんかその取りますよとかじゃなく、ちょっとやっぱりその構えるじゃないですけど、あれないそのあれアイドルアップデートないの。あ、え、どういうことですか。さらにいったみたいな。ない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 の。ない、アイドルはない。何が。芸人はある。ある。誰。え、芸人はあるっていうの。あ、芸人でいったっていうの。あ、はないないない。一般人。誰誰って何。名前言うてわピン。ああ、あの子かってなれへんやろ別にここで言うても。ないです、ないです、全然ないです。あ、そう。まあまあなかなかモテへんもんな。モテへんし、年いってきたらもうモテないっぽいう感じもせん。なんか技術でカバーしようとしよう。なんかそういう変なところ。どういうこと。なんか
テクニックを出そうとしてるわ。性的な話してんの？いやいや別にその女の子と仲良くなるみたいなのを、うん、勢いとかがもう負けるから完全に勢いなんか。そうやな、うん、無理やから。若いやつだってもう脈打っとるかな、うん、もうほんまに遠く離れててもドクンって音聞こえるもん。なんかこっちないもん。ないね。僕もほんまあかんわ。もう便所行きたいので、じゃあというわけで、はい、もう1時間12分回す。めちゃめちゃ喋ってるわ。もう何本に分けるかは分かりませんけども、まあ、歴代最高ぐらい回してるじゃん。まあ久しぶりの、うん、はい、まあたまにやっていこうかなって。そうですね、この、はい、無理のない程度、無理のない程度、暖かくなった頃ぐらいにまたやるかもしれないですし、うん、皆さん芽吹いてますか。すごいな、喋るとバイク通るね。まあそんなわけで、まあ、はい、宴は地獄の宴はまだまだ続く。おお、久しぶりに聞いたね。で最後オンリーで、はい、ここからはもうあのオープニングで使う。だから、ファーストシーズンを1丁目やつで中堅地獄、2丁目ここは中堅地獄2丁目、あとはもうアドリブで。むずっ。どうする？はい。ここは中堅地獄2丁目。1丁目を経て育った2人が2丁目に突入。すんげー。聞こえるんですよ。回せ振りに聞こえるんですよ。あれほら、あの、はい、というわけで、はい、というわけで、これは続き、1時間後ぐらいですけど、お部屋でスペシャル版のスペシャル版ですよ。まあお開きしてからやけど、はい、いやいや、濃いわこれ。あのほとんど再生してへんかったけど、うん、その何バブルの放送作家のおばはんに出会って、出会いましたね、たまたまね。うん、あれ何なん、僕知らん、僕口説かれてた。うん、気持ち悪かった。ほんまになんかドロドロというか、なんやろ、めちゃめちゃやわ。なんていうの、その100名みたいな、うん、そのもうほんまもう何なんと思って。あれね、100名はね、悪魔くんか。そうっすね、悪魔くんすわ。ぬめーっとしてる子に、うん、まあ、もうグラスを持ってこっち来た時に終わったと思ったもん。まあ、話は面白かったけど、話は面白かったんですよ。その当時のね、あの出来事みたいなのも聞けたから楽しかったけど。そういやさ、昔な、うん、あのぬらぬらくんっておらんかった。あ、おったよ、芸人のね。今も現役ですよ。 あやってんのまだ。東京松竹です。あいつがなんかあのアイドル書いてへんみたいな話。まあなんか付き合ってたみたいなね、話はねありますけど。いや、そんな話どころじゃないんですよ。今日やられそうになった。うん、抱かれそうになってた。そうなん。その他の人間が話するとね、俺も途中から参加せんとこうと思って。まだまだあれやね、引きがあんね。引きがあるんよね、引きがあるんやね。でもなんかもう、うん、なんでしょう、トータルまとめて汚い。汚かったな、うん、泥みたいな。バー汚かったな、うん、汚い。もうマジでなんか軽快に喋るのはいいねんけど、マスクせめちゃめちゃもう飛沫だらけ。俺途中でドリンク飲めるのやめよう思ったもん。あとあのなんかさ、うん、これ本人聞いてたあれけど、うん、あのその若い時はイケてたみたいな話なんだ。あーもうおもんないわ。面白くないわ。でも僕は好きやけどね、そのええ感じやったなと思った。おますか、うん、もう一番嫌いな会話やわあれ。いや分かるよ、うん、若い時のあなたは嫌いよ、うん、あなたは、うん、なんか大体わかんない。汚れは汚れ嫌い、汚れ嫌い、うん、同族嫌悪する。
気持ちが悪かった。いや、誰々に来るかな、誰々っていうのは言われへんけどねみたいな言われへんやったら喋んな今ママさんとってみたいな、うん、回してないわ、そもそも回す予定でもないわ僕今まで一番書いたお姉ちゃんで売れたのはあれやな、うん、まあそれは名前言わんけど、はい、あのあんま言わん方がええんやろけど今自ら地獄に入ってったよね、うん、いやほやけどその地上波というか、はい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 、某国営放送に出てる、うん、皆さんが知ってるような芸能事務所のお姉ちゃん、はい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 、うんうん、そうですね、俺は分かるけど、うん、あのおばあが口説きにかかってたから、神奈川くん、いやあんなもんもうちんちん寝たら、うん、もうしかしかなって帰ってくる。ああ、わかる。このなんていうのかな、マジコマッシュルームみたいな。しかしかのチンチンズ。マジコマッシュルームって言うんでしょうね。多分ね、しかしかにされてますやん。言うでしょうね。あれは恐ろしかった。水と塩かけた方がそのなんか。含んで膨張して元に戻してくれるかもしれへんみたいなこと。いやだからやっぱりああいうお店でなんかその放送撮るっていうのはダメっすわ。こっちエンジンかかって割とその面白いこと言おうとするじゃないですか、うん、それにハマったらなんかエセ放送作家みたいな人にかかっていやいや実績あらはる人は思うけど知らん。でもあれよ、この前回の反省を踏まえて、うん、こういうたまに会うた時に、うん、こういうなんていうその飲み屋なり飲食店とかで、はいはいはい、雑多に撮ると、うん、そしたらこういうハプニングが起きるかもしれない。だからもうちょっとなんかその個室感があるお店とかの方がいいかもしれないですね。いやいやあれもう個室感ってのは完全にもうフェラられてるから。いやいやでもあんなやつは寄ってけへんから逆に。フェラレルレディーやなんやねんそれ。フェラレルレディーってすごいかっこいいおしゃれな言葉みたいな。なんかそんなんあるやん。あるけどあれはもう無理やわ。非フェラやな。割れた時目全部陥没しとったで。わけわからん。そんな人間がおるんかっていうぐらいの。そんな人間は、うん、今日初めて見たよ。見たな。いやでもお前が松文字がなんぼのもんじゃいっていうのもあるけど、いややけどやけどそのなんていうの凌駕するというか、そのまあとにかく湿地帯というか、うん、そのムメッとする感じ、べちょべちょ、足って多いなとかじゃない、べちょべちょや、その長兵衛感じ、うん、もうお前汗じゃないのに T シャツびしょびしょやでっていうぐらいのレベルや、多い費用やんいやマジでそんなレベルやったな、ちょっと怖かったでね、その方がお手洗い行ってる間に今その店に抜け出してきたけど、今どんな顔してはんねやろないやーあれー言うてるでしょあの二人はー言うてますよ。これあれやな、僕ら二人もまだまだ売れへんな。まだまだ売れへんわ。あんなんが寄ってくる。まだまだ温めるよ。アメトークでも全勝ってるこの。無理やわ。あれは無理やわ。ぬめっとしてたな。久しぶりだあのぬめっとした感じ。こも面白くなかったな。多分やけど。あのなんかあんこと、うん、あのチーズケーキみたいなのと。うん、全部混ざったあのコンビニのスイーツみたいな。あこのなんか分からんよね、もたついてる、うん、うん、そう自分の常識が追いつかへんというか、ホットのほうじ茶くださいみたいな。うん、ほんまに分からんかった、むずいのよ。むずっと思って、まあまあそんな感じでお送りしてますけど、ね、今はこれはどこや、高島屋別館ですわ、坂井筋ですかね。ああ、まあね、まあ僕らみたいなもんでも、うん、同じして何年か後に会うて生きしてますよと、で突然始めたね、うん、収録をしたら変なおばあさんっていう。これでもあれやろ、多少心構えはあったやろ。
いやなかったわ、急にやったわ。あそう、僕最初から回すもれた。いやそれは俺全くなくて、久しぶりに会うから、うん、なんかその普通になんか、あ、ちゃうねん、そのさっきから気になるんだけど、うん、たまにちょっとだけ標準語なんなんな。あこれね、俺コントやるときは標準語なんですよ。滑ってんのに受けてるわ。いやいや受けてる、方々で聞いてる。誰や。受けてないと言い聞かすから教えてくれ。受けてないと、ああ方々からしっかり。いやあんたの周りの方々の芸人に俺のこと知らんやつの方が多いわ。 2.5 やと。何やねん 8.6 みたいにやがって。売れへんやろ。何が標準語な、そのコントで。そういうこと。いやなんか何言ってますの。標準語でやる方がウケたんすよ。そのネタによりけりなんでしょうけど、うん、なんか標準語でやった方の時の方がウケたから、うん、あそっちにシュートチェンジしていこうっていう風になってやったんすよ。ほんじゃもうこのにあの堺筋日本橋までもう、うん、もう 100m ぐらいだけど、うん、もう標準語対決、関西弁禁止みたいな。あいいですよ、多分負けへん。本当？本当。でもまずだって喋れるもん。いやだって関東に住んだことないでしょ。関東に住んだことはないけど、標準語ってドラマとか見れば分かるもんだから喋れるよ。いやもうむにゃ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 ーってなったな今。安いのが出ましたね。もんじゃなの、お好みなの。だって僕は全然関東に住んだこともあるから、まあ、人生的な経験で言ったら3年は住んでるから。でも3年でしょ。いや喋ろうと思ったら全然喋れる。いややっぱり関西色強いと思うよ神奈川君は。いやでも関東に住んでる時は関西弁強めで喋って、関西人であることってことをアピールする、ちょっとそういう、傾向はあるんだけど。でもあの松本さんはそのいわゆるそのなりきっての標準語でしか喋れないわけだ。もちろんね、コントをやるときだけでしかやらないからね、僕は。持ち直したな。今危なかったわ。ダッサー。もうあと2ミリで崖下。危なかった。いやいや、ほんま、こんなもんな。いや、ほんまにね。無理しちゃうじゃん、しゃあないよ。いや、しゃあない。もうこんな中堅遅刻で何が標準語やっちゅう話。ねえ、先のババア、ほんま。さっきのババは僕好きやけどね。いや僕も好きなんすよ、好きなんすけど。いやあのあれが腹立つの、その何あの口説いてるみたいな空気にちょっと一瞬お店になったやん。ああなったなった。でもいやうち旦那いるんでみたいな。ああその腹立つね。なんか法を盾に取った感じがね、うん、ちょっとすいやほんでその、うん、旦那さんはそのあなたのことを愛してるかもしれんけど、うん、その愛の深さをの審判としてお前は佇むなって思う、うん、そう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 。何なんあれ。分からん分からんし、なんかでなんか結局まとめて球大点に届かんかったぐらいの感じかな。分からんもん、なんか。まあでもナンシー席になるかもしれない彼女。ナンシー席の例えがもう俺分からんから。実は分からんかった。実はさっきから分かってなかった、うん、分かってないのに私ナンシー席やからって満喫の顔で言われても全然ピンとこ。あの世代の作家崩れはナンシー席言ったらもうジューン言うても、いやそうでしょ、多い日をでも間に合わんぐらい濡れよるから。なんかナンシー席っていう刀取り出すでしょ。無理よ、切れへん切れへん。錆びとる。まあそんな感じで、はい、二山黒門一番通過でございますが、通過でございます。もう駅ですね、久しぶりに飲めて。でも楽しかったですね、なんかいろんなハプニングというか、うん、まあたまにやろう。もう肩の力は僕も抜けてるから。ああそうですね、うん、もうほんまにたまに、うんうん、こうバズろうがバズろう前がもうどうでもええわ。どうでもええ、関係ねえ。
こんなクソじじいの会話誰が聞くねんって話、うん、こんな聞いてるやつが、その悪いねんから。いやほんまやわ。むしろ僕らが被害者ないや。いやいやそうですね。ほんまに顔出し名前出ししてさ、ほんまやわ、かわいそうや僕ら、うん、バイトに影響出たら怒るから、ね、いっちゃんこってりみたいなの出るかもしれない。いやそうですよ、トリプル A の松本を言われてんねんから。何やそれ。なんかそのめっちゃダサいやん。立ち位置でのスキルみたいなのがあって、うん、今あその売れてきてんの天津の中では、一応あるんですよランクが、うん、S とか A とかそのバイトリーダーっていうかそのやれることが、あそうです、仕事ぶりがみたいな、うん、でトリプル A ホールメンバー焼き場みたいなのがあるんですけど、うん、全部 A 持ってるのが俺しかいないんですよ今現状、うん、なんでその頭文字全部 A じゃないの。いや分かんないです。それはもう会社に言うてくれっていう感じだから。なんか俺がだからヘルプとかですけど、このトリプル A のって言われます。あの成し遂げた側のそう有名人扱いされる。みんなほんま椅子に座ってたのに立って挨拶するから怖っと思うんですよ。ええやん、まあ、まあ継続が力やからな。まあね、全部理解してるから。まあ何でもやっていって、その食っていってな、その しないようにやって、でなんか片隅で面白いことやったらいいんじゃないですか。いやまあね、まあこういうあの YouTube の片隅で、うん、こんなんでもあの寝る前とか、うん、あのあれよう言われるのが、うん、あのメッセンジャーさんの AM 代わりによう聞きますって言われる。何と比べてん。あ、落として大丈夫。何と比べてん。どっちが保つやねん。いやほんまや、多分僕やんか。どっちが相生いでずっとまあそんな感じで、なるほど、はい、日本橋駅着きましたので、着きましたので、皆さんも、まあ今日が何曜日か分かんないですけど、まあお布団の中で、ね、聞いてる可能性が高いですけど、まあこんな感じで我々は、はい、地獄の会話はまだまだ続きますが、今週はここまで。チャンネル登録と高評価をお願いします。 See you next 地獄。